はい、お疲れ様です。マピーです。 HP アタック 1.05 ってことでバフリーダーがねちょいちょいいるんで、まあ、分からせてあげましょうってことで今回こちらでございます。このルシファーリーダーのマタンデッキなんですけど、まあ、ルシファーねなんか定期的に使ってね、俺結構ルシファーなんかもうアマテル使うよりルシファーの方が使ってるかもしれないっていうぐらい動画にしてきたんですけど、まあ、実は強いよってことで、まあルシファー単体がねちゃんと強いっていうのもあるんですけど、やっぱマタンで強いキャラが増えたっていうのがでかいですね。まあフェルグとかもそうですし、まあこのフェルグは確実にマタンの地位をね底上げした存在だと思うんですけど、他にもスカーハーであったりとかハルマルをね入れてますが、あの最近出たねマタンのアタッカーのカジミール、あいつをね入れるのもね全然いいと思います。ただ、まあ、自分は持ってないのでカジミール入れてないけど、まあ、カジミールなくてもね全然大丈夫なんですよ。あのカジミール絶対に必要っていうわけじゃないんでね、絶対必要とはしないんで、はい、まあ、火力クソ高いけど、まあ、今日の補正に関してはね HP もアタックも高いってことで、あのハルマルの火力もねちゃんと高くなってるんでね、まあ、カジミールほど出ないにしても、まあ、ちゃんとアンチヒールドの使い分けできたりとかそういう強みもあるんでね、まあ、こんだけカジミールカジミール言ってるとカジミールコンプレックスを疑われてしまうね、まあ、実際ちょっとあるけど、であとは無限の勝ち筋を生み出すグノンを入れたりして、で罠ごまであったりとかね、まあ、ちょいちょい入れてますよと。まあ、守護者については、あの持ってる人はねアマネとかでもいいと思います。俺アマネ持ってないんで、まあ、あの今日アタック上がってるし相性も入れてるんでね、守護者いいかなと思って入れてますよ。はい、ということで、まあ、特に英語もなんかそんなに大きな変更はないかな。まあ、ルシファーはねあの宮妻結構入ってるんでバフリーダーについてはそれで大体抑え込めると思いたい。 あとあのスカーハ、これスカーハのところは、まあ、極論村政とかでも全然いいし、正直自由枠かな。俺だいぶ前にねルシファーだいぶ前っていうか1、2ヶ月ぐらい前かな、紹介した時はエリス入れてたんですけど、まあ、スカーハもねいいかなっていうか、なんだろうな、まあ、村政にするとめっちゃ強いけど火力は出ないんで村政って、そうルシファー自体がね火力があんまり出せないキャラだから、なんだろうな、完全防衛のなんかバーストバリアの村政を入れるよりはちょっと火力出る方がやっぱいいかなってことでスカーハにしてます。まあ村政ねコンボは火力出るんですけどね、はい、ということでこういう時はね雑にファビオ行ってあげて、ルシファー展開からフェルグ、もうあのフェルグさえ行けばなんとかなるみたいなところ、正直身も蓋もないけどね、もう身も蓋もないこと言っちゃうけどフェルグが最強なんでね、はい、まあでもフェルグ最強なのはあるけど、ルシファーとフェルグのこの相乗効果みたいなところは、まあ、ちょっとあるんでね。おっとオイフェレックス打ちね、オイフェこれ竜獣ですね、いらっしゃいませ。はい、まあ、これは、はい、消去法フェルグですね。で今日の補正アタックちょっと上がってる上にこのアイシェイがめちゃめちゃ強い、アイシェイを出したことによってねこのアタックが、はい、バカ高で、でしかもこの初手のねファビオ、まあ、スキルもそうですしコンボもなな、まあまあ強いんでね、まあまあ強いんでこれでアド取ってあげて、ルシファーがねあのちょっと遅れてるけど問題ない、ちょっと遅れたぐらい、じゃあルシファーは何にもならん。はい、でこれはマウラ・ベーラ打たれたけどルシファー引いてて、いらっしゃい、ハルマル。まあ一旦ルシファーです。でこれイグナス引いてるんだよな、まあ、結構英語間はそうルシファーってあまり火力出せないから、英語間もねファーストイグナス構築にしてフィニッシュ狙うっていうのはね実際あると思いますね。本当に火力がね足りないみたいなことになりかねないんで、ルシファーの構築するときはなんか防衛に振り切ることはせずに、まあ、そういうなんだろう、ちょっとちゃんと火力を意識した構築するっていうのはいいと思います。さあこれこっち飛び込んで、よいしょ、でハルマル次のターンで13%削りまで持ってきますね。相手のキャラゴマ1回これで見ていきましょう。でフェルグのコンボも実はだるくない？オッケー。ぶっちゃけこれフェルグコンボつないちゃってもいいと思うけどね、相手にこっちのキャラ取らせる動きも全然できるし、いっちゃいますかこれ。これこっち行っちゃって、まあ、D 値とか打たれる可能性あるけど、別にこっちのキャラが回る分には問題ない。さあ、ルシファーリーダーでまさかのアグロ進行。火力出してあげて、で、しかも次のターンでね、そろそろディザイア発動するんじゃなかろうかってところで、いいんじゃないですかね。うん、ディザイアも狙ってますから、はい、ティポン来ると。はい。で、ティポン来て、ディザイア圏内、で、火炎ダメージ入れられる。普通にクソ痛えな。3600、3900の。いや、まだ飛ばねえな。これ、リーに行きます。リーに行って次、イグナツで行けるんじゃないでしょうか。よいしょ、よいしょ。吸収入れて、で、毒ダメと。いや、もうフェルグのこれがほんまに強い。ほんまに強いです。この2954。
まあ、遠くはない、むしろ近い。うん、左下 X 打ってもね、ヘルグコンボが結局あ、なにー、いやとはいえこれコンボ封印されても大丈夫じゃない、あ、封印されないっていうね、封印されなくても大丈夫だったっていうところはあるんですけどね。はい、まあ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 、これどの道行けるんですけど、どの道ですけど、まあせっかくなんで繋いじゃいたいと思います。ありがとうございました。はい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 、まあ、変わんないけどね、変わんないけど、変わんないけど、まあ、勝ちは勝ちってことでいいんじゃないですか。よし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 、いいですね、いいですね、ちゃんと勝てますね、ルシファー。うん、まあ火炎相手っていうところで、火炎相手なのに X 打たれたっていうのはあるんですけど、その X に対して、まあ、初手から打った駒が結構強かったりとか、いろいろね、噛み合いが良かったですね。はい、でね、ちょっとね、今日舌足らずなところがあるかもしれない。うん、あんまりさ、なんか滑舌良くないかもしれないってみんな気づいた？気づいてなかったら、まあそれはそれでね、いいんですけど、ちょっとね、舌先、はいはい、ベロの先に、出来物みたいにできちゃった。なんか、なんだろうこれ、これなんていうの、ベロの先がさ、なんかこう、うんうん、なんかこれなんかできちゃったこうやってなんでこうなっちゃうんだろう、もしかしてビタミン不足とかそんな感じですか。俺一応毎日マルチビタミン飲んでんだけど。さて、アマテル投げてる、来ました。アマテルから投げられちゃうのか。投げられたくないですね。まあこっちルシファーリーダーなんで、あここX アマテル狙ってくるか。でもさっきと一緒で、初手ファビでちょっとビビらせますか。ファビオマジね、この初手のファビオ、いやファビオってね、コンボのベノムヒールガチで強い。そう、ベノムヒールっていうスキルって、ね、回復が入ってから毒が入るのかな。だから実質ね、数値より高いアドバンテージが出るんですよね。はい、ギード、これどうしよっかな。ルシファー的には D6、 正直ルシファー的には D6 です。はい、ただ相手アマテルなんで、こっちから行くとゴリ押しされかねないんですけど、まあ、そこをちょっと持ち前のガッツで頑張りたい。はい、それこそ今回ね、村正構成じゃないんで、村正構成だったら相手の栄養に対して村正のバリアでね、めっちゃ耐えるみたいなこともあるんですけど。あー、ベルグレか。こんなんベルグレバカ弱いですね。打ってる暇ないです。はい、こっち行きます。よいしょ、コンボスキル弱すぎるんで。はい、で夏ブラ召喚手前でしょ。まあ取ってくると普通にクソ痛えわ。これ嫌だからビーチから行きたかったんだけど、グローとか引いてるわけじゃないんで、じゃあんまりそういう感じのことしたくはなかった。あー、春丸か。まあこれは消去法、春丸行きましょう。消去法です。ただこっからペトラとかスーとか打たれるだけで、俺の HP は致命傷で。ゾノバ召喚そっちか。まあこっちキャラゴマ少ないんで吸収量は低いんですけど、あー、トゥルラ引かれた。これトゥールラ持ってるんで、グノー引いたら A の2でワンチャン勝負かけることもできるけど、基本的には D の2行かないとダメだな。はい、節意か。なんとも言えないけど、まあこれも消去法ですね。正直この右2枚切るほどではない。よいしょ、さあ吸収入れて毒入れます。ただトゥールラというね、未来からやってきた駒が、まあ、ベラボーにきつい。ただ相手のキャラ駒、これ F3 夏ブラなんで、 E4 打たれた駒に対しては F5 切って夏ブラのコンボはあれするみたいな感じでワンチャン。いやー、ただ持って、これ、つついコンボ弱くね。その右上 X はまあまあきつい。まあまあきついな、これ。まあまあきついというか、めちゃめちゃきついな。はい。ここで何も引けないのはまずいね。まあ、イグナス行くしかない。よいしょ。F に打った方がよかったかな。まあでもこれは、なんかどの道負けそうだわ。何やってもなんかきつそう。よいしょ。まあ、無理だな。いやでもさ、アマテルにさ、S2 枚しか打たれて、あ、まあこれは、まあ、ペトラを脳幹と考えて、S2 枚しか打たれてなくてこれなんで、やっぱりダメなのかもね、D6。まあ、俺の構成的にね、HP ひっくり返せるような、HP っていうかなんだろう、盤面保ちつつ、HP うまいこと耐えてひっくり返せるようなキャラゴも入ってないから、こういう動き、やっぱりしんどいね、正直。はい、もう一回行こう。まあ、どまいどまい。まあ、どまい。まあ、どまい。
いきます。うん、ティアマト来た。はい、いきます。ティアマトか。これはね、速流なんで、まあ、ICT の熱くてね、あのコンボ封印ですね。コンボ封印が引けたらクソ熱ですけど、まあ、引けなかったとしてもワンチャンウエルシから逃げ展開でワンチャンいける。うん、まあ、ただ逃げ展開するときにいっちゃんきついのがナダルナダルです。あ、初手ガルフがちょっと怪しいな。これなんかエキゾナとか引いてんじゃねえのって思っちゃうんだけど。にしたってちょっと上行かしてもらうか。これはよいしょ。にしたってね、ちょっと今日滑舌終わってるマジ指先の、指先じゃない、舌先のこの出来もみたいな、ほんま嫌やねんけど本当に嫌です。さあ、おい、ナダルそっちま、ナダルそっちま。デバフ効いてる中で追ってくると思ったけど、スカーハレッツゴー、これスカーハレッツゴーでいいの。これスキル発動しないから消去法スカーハレッツゴーになっちゃうのこれ。まあ、スカーハレッツゴーか。よいしょ。おい、スカーハレッツゴー、ちょっと火力出して、で吸収と回復で、これ C の2から撃たれるやつ、あー火力足りるか本当に心配。ルシファーのコンボあんま強くないですよね。1200ぐらいしか出ない。やめていただきたい。あー、まあそうなるよね。そうだよね。引き見てからいきます。いらっしゃいませ。ツツイか。まあツツイだな。いや、スカーハ残したかったけど、なんか右2枚切りたくなかったな。いや、これ火力足りなそうなんで取りますわ。これ B の1展開になってもね、結局ルシファー効いてるんで、なんとかなると思うんですよね。相手盤面にバフを受けてないし、あの、あと、あれです。なんだっけ。オーラも引けてないんで、ナダルも切ったんで、なん大丈夫な気がする。B1、D2 になっても。あ、OK、そっち打ってくれるなら、もう満体。で、ここ。まあ、3枚返し耐えるでしょう。ルシファーも効いてる。おい、グロ引いた。レッツゴー。いや、これは宮川大輔打ってコンボ封印ですね。コンボスキルあかーん。これコンボスキルあかんします。さあ、これで、これ絶望じゃない、これ絶望だと思うけど。アムルギャル、まさかのコブ持ってた。なるほどね、コブ持ってたのがまさかのサプライズ。しかし、まあ、しかしこれこうしてよろしくお願いします。まあよろしくお願いしますになるか。さあ、よろしくお願いします。これ390周入れてから、うん、どこダメ入ると。素晴らしい。はい、オッケーで、最後はファーストですね。まあまあ、これは引き強かったね。相性が、相性いい云々じゃなくて引きが強かった。相性的にはね、ぶっちゃけあんまり良くはない。引きによる、ルシファー置く暇があんまりなかったりするからさ。結局相性いいか悪いかで言うと、まあ別にですね。そんななんかめっちゃいいって言えない。まあデバフ刺さしてって何デバフ刺さってなんかいろいろうんぬんかんぬんしてね、しっちゃかめっちゃかのなんかいろいろすればいけるんですけどね。まあランタ引かれるかどうかでね、全然違うね。別にルシファーに限った話じゃないけど、何にせよね、ほんと乱体だけはね、一生引かないでほしいですね。はい。まあ、俺が使うときだけ引いてほしい。ちょっとさすがにエゴが過ぎるか。はい。おーい、来たね。来ましたね、つく読み。さあ、どうする？イグナーズ残すか？これ、ギード打つか？もうギードとか。で、大事なのが、まあ、コンボ封印もそうだし、あと、あれだな。アンチヒールですね。敵のオーダー D に対して、はるまる打ちたい。はい。これ、C 行くか悩むな。この敵別に変音機そんな多くないよね。こっち行くわ。ほい、吸収。もう敵のコンボから逃げるわ。これ風車打った場合さ、結局コンボをドリルされるんで、C 打ちして、なんかうまいこと逃げたいですね。まああとコンボ封印引いたらこっち結構強いんでね。なんかね、逃げたい。はい。あ、マラッカ。まあ一応こっち。まあさっきのタイミングでマラッカ引いてたら風車マラッカとかも視野だったけど。
わお、わー出た夏アルテミス。今日補正、今日の補正そいつマジで強いわ、マジで強い。どうしよっかなこれ。 B3 行って許容、いやいけんのそれそれいけんのかな。いや俺ちょっと D5 行くわ。で右下 X 打たしてコンボ封印引いたら F5 もいけるしみたいな感じでちょっと狙ってみる。いやーでもこれきついな、夏アルティミスめちゃめちゃいやーまあそうだよな。あーオッケー、そのフェルノートクソ美味しいわ、ラッキー。オッケーオッケー、よかったよかった、このフェルノート美味しいですね。でさあ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 、まあこれもうオーダー C までは正直許容ですね。 F5 いっちゃいますか。で打つべきはフェルグ、いや待てよちょっと考えようか。 F3 いったらまあ F5 でいいか、相手の HP 削れてないし今ライフバーそんなに食らわないと思うのでこれ使ってもこっちにしますか。でまあオーダー C は見られるね。でオーダーの D も今んところアンチヒール引いてないから厳しい。おー召喚3連続ま F5 でよろしく。よし、いやー召喚3連続まあまあしゃばいなけど S3 枚切ってるんでね。でその上でこれ、あーお前引くの遅いて、引くの遅いて、引くの遅いて、やばいねこれ。え、ちょっと待って、これやばくね、あのアルテミスのコンボバカ強くね、やばいやばい、全然忘れてた、全然忘れてた、アルテミスのコンボがやばいってこと全然忘れてた。いや一回 D6 打ってくんねえか、無理か、無理ですか。 D6 から E3 とか打たない、打たないでーす、さすがに無理かやばい忘れてた、アルテミスのコンボ、アンギャー、あオンギャー、なんかいけ、はい、おっしゃー、ここで春丸引くのはさすがに神引き、神引きやけど、神引きやけど、神引きやけどやなこれどないして強いねこれ。いやこうか、これねルシファー効いてるん でこれでさ D6 ってもボルトヒールじゃない、アンチヒール効くから D2 許容して E の位置打ってそう2ターンアンチヒール効くんで、わかります、敵の動線許容からの動きでうまく相手 S3 枚切ってるからっていうことで、このねアルテミス取っても結局状況変わんないんですよ。なんでこっち行くしかないわ。ちょっと B3 リーに失敗したか、ウンディネ、オッケー、このウンディネ美味しい、これアルテミス消えるから美味しいな。これ A2 から動線 E6 組める、ただこのシールドカットされて、でここに来、はい、ファビオ、ファビオか、ちょ、いやこれ2手飛ばししないとなんか間に合わそうな雰囲気やんな、行くかこれ、よいしょ、ほい、ファーストじゃないわ、イグナス行っちゃいます。ファビオから行ってもなんか無理そうなんで、こっち行ってこっち7845、しかもデバフも効いてる、これいけんちゃう、相手シールドも使ったしボルトヒールもできない、ペトラーニャー頑張れデバフ、んーよっててぃー、危ねーペトラ怖い。さあ S 全部引かれたけど、4枚全部引かれたけど行けました、危ねー怖すぎガチで怖すぎ、いや春丸のおかげですねこれ、春丸引いたのマジ神、危ねー、あとペトラ引くタイミング相手悪かったな、これペトラさ多分もっと早く、いや分かんない、相手の手駒ちゃんと見てないけどもっと早く引かれてたらこれ D の2で終わってた多分、よかった、事故った相手、怖すぎ怖すぎる、いやマジねよかった、このルシファーっていうデッキがさ火力が出ないがゆえに相手のオーダー D に対しての春丸を引くまでの時間稼ぎをしやすいみたいなとこは、まあ時間稼ぎって言ってもそんなね時間稼ぎっていうほどでもないんですけど、ちょっとちょっとあれできるね、ナイス、 OK、 いいですね、よし来い、ルシファーミラーだ、珍しい、よりも珍しいルシファーミラー、俺のスカーハに対してアンチヒール切ったりしないでくれよ、そっちのスカーハにはアンチヒール切りたいけど、よろしくね、相手の方が HP 低いな、あこれさ HP28000 のルシファーってさ俺の感覚っていうかワンチャンサタン入ってるあのそうサタン入ってる可能性が高くて、俺さっきで、ね、S 枠1枚サタンにしたらその HP になったよね、大体だけどサタンやないそれ、あー初手ベルグレーでシャバイス、やめて、あーどうしようこれルシファーだよ、
いや、シーコ。コモフィー入ってるし、このデッキ。あとね、なんかルシファーで封車打つのね、俺あんまなんか好かんわ。あんま好かん。いや、まあ別に封車でもよかったとは思うんですけど、敵のルシファーに対してこれデバフかけられるの意外とでかいんですよ。意外と でかいんで、これ。さあ、頼むぞ。守護者か。まあアンチヒルうざそうなんで、ちょっとこういう回復量の高いやつは、先にちゃっちゃ切りますか。あと、ここでペレツとか打たれたときに、キキョウヒムで回収もできるんで。はい、リーニと。はい、OK です。OK です。で、スカーハーをどうしよっかな。リーニ引く。一応スカーハーもうちょい待つか。まあ、リーニ打っときますわ。一応待つわ。うん。まあ、これリーニかまして、そう、リーニかまして、あー、ファビオ来ると。アンチヒール怖え。アンチヒールマジで怖え。はい。アイシェ。いや、まあここも、俺はちょっと毅然とした態度を貫かせてもらうわ。で、こっちアイシェ引いてんの地味にでかい。これも毅然とした態度をね、はい。毅然とさせてもらうぞ、俺は。で、ベノムヒルグ、フェルグーエグーフェルグエグい。いやでもスカーハで HP は高めに保てるけど、エグいな、そこのフェルグ。中行け、中行け、中行け。ギードか。こっちキャラもあんだけだでしょ。まあ、スカーハ打つべきだけど。まあ、これ半分いかないよね、さすがに。いかない、いかない。一回これでちょっとチャーニーゴスは。で、相手がフェルグのコンボ使ったら、俺左下 X からダブコン組めるんで、多分使ってこないと思うんだよね。多分ね。多分ね。まあ、ああ最低やーそれ最悪やーそれ最悪やー最悪やー最悪やー。ああ。あんぎゃーもう無理だこれ。持ってた。最強の駒。ああ、痛い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 。一応ダブコンだけど、もう誰もダメだな。相手ディザイア発動するし、ルシファーコンボ3000出るし、俺フィニッシュできる HP ないし、うわー、ダメだ。えぐい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 。えぐいてーえぐいてー。ああ、ディザイアえぐいてー。これディザイア受けれねえよ。あ、くそくそ。そこでハルマル引いてるのはもう無理だな。まあ、スカー派の弱いとこ出ちゃったね。これ村正だったら話変わってたんだけど、ちょスカー派の弱いとこ出ちゃった。まあこれしょうがないね。はい、まあ潔く、はい、これで潔く言っとくわ。一応ダブコンのなんかその最後の一撃だけかましたけど、勘弁してくれよ。まあしょうがないか。いやまあ正直しゃあないとこあるよこれは。フェルグまではまだ良かったんだけどね、あそこからあそこからね、ハルマルはもう無理や。 HP 残らん。まあしゃあない、いきまーす。ナダル、ナダルか。いやこれナダルはディザイア発動しないように立ち回りやすいけど、問題はディザイア発動後から一気に持っていけるかどうかやね。そこが大事。うん。はい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 。でまたまた仕打ちか。うん、やっぱ仕打ち。うん、ルシファー的には悪くないんだけど、相手にちょっとチャンス作らせやすいみたいなとこあるから、あんまり嫌だな。それはそれで。まあでも、なんか風車打って、コンボバチコリ組まれるよりは、マシかな？うん、多分。まああと2手目から効くし。あとワンチャングロー引くし。ただまあ、ワンチャングロー引くしは、ちょっとなんかあれだな。お祈りみたいなとこあるけど。今引いてないからね。ファビオ切ってリニーかな。はい。よいしょ。吸収入る。
リッチか。ああ、十字来たか。そこの十字はね、ゲロきついです。はい。どうしようか。まあでも龍獣って分かったんで、もう俺行くわ。 A に行っちゃいます。はい、 A に行っちゃいます。もう龍獣って分かったんで、うん、ただなー、ディザイアだな、ディザイアだな。あはん、ちょっとめっちゃ効くんやけど、それ俺がイオン進行あの手癖でやってるからって、それめっちゃ効くんやけど、やめて、それやめて、めちゃめちゃ効くんやけどそれどうしよう。まあジタバタしてもしゃあないな。待って、これ半分いく。いやでもさすがに節生きるしかなくね。いっちゃった、まずい、相手のペースすぎる、まずい、これまずい。いやーマジで勘弁してほしい。まだ S ゴマ打たれてないのがめちゃめちゃ怖いね。でも逆に言えば、こっから S 来なかったら全然ワンチあるけどな。おー、10時間か。いや、これはね、まだ美味しい方だね。まだ美味しい方。で、ここさ、ワンチャングノー F5 行くのか、それとも F3 ギード打つのか。いや、グノーね、俺あんま余裕ないと思うわ、これ。こっち行くわ。あんまりグノー余裕ないと見た。まだリッチコンボの方があるかな、受ける方が。あー、フレアヒール、まずいね。フルフレアも入ってるっていう合図でしょ、それわざわざ入れてるってことは。知らんけど、スカハオッケー、熱い。いや、いいスカハです、いいスカハですよ。で、10時間焼いて切ったけど、もう1枚あるのか。いや、でかい、このスカハ、めちゃめちゃでかい、これ。俺の心をね、一旦チルしてくれる、このスカーハ。頼んだ。うわー、エンデが持ってんの、まずい。まずい。エンデが持ってるわ。くー、入るよな、なんかいけ。あ、フェルグ熱い。これフェルグでよくね。これフェルグでよくね。熱い。フェルグ打ってから、この、あの、イグナッツでいけるくね。あー、ラッキーラッキーラッキー。めっちゃラッキー、マジで。めっちゃラッキー、めっちゃラッキー、ここでヘルグ引いてんの。一応これで次でいける。え、待って、いけるのかな。 C の位置飛ぶ。あー、そっち。いや、これ C の位置、え、いや待てよ、ディザイア1600、1900、飛ばなくね、これワンチャンB さん打った方がよかったくね。やばいか。4300、5900と、4300、5900で、あ、いけるか、あ、いけるわ、あぶら、390だから6200だよね。あ、合ってるよね。え、俺の、え、待ってる、合ってるよね、合ってるよね、合ってるよね。あ、危ねえ、あ、よかった、よかった、6000、危ねえ、怖すぎ、怖すぎ、怖すぎ、ありがとう、フェルグ。まあ、これはね、マジフェルグ、ありがとう。マジでフェルグ、助けた。フェルグが俺を助けてくれた。マジでありがとう。そう。結局フェルグになっちゃったか。結局フェルグが強いってことになっちゃうのか。すいませんね、ほんと。結局フェルグか、これ。ええ。結局フェルグですか。いや、まあ、勝つときだってあるんよ。うん、勝つときだってある。うん、こういうこともある。うん、そういうことです。はいはいはい。よし。まあ、なんだかんだね。なんだかんだね。なんだかんだ、なんか、がばくても勝ててるから。でも、がばくても勝てるってことは、それはデッキの強さになってるわけで。ええ、そうでしょ。はい、リアンティール。てか、意外とバフリーダー来ねえな。あの、ルシファー・ミラーとか、リアンとか、ナダルとか。え、なんか、バフリーダー来なくね？俺、髪殴りとか全然見ないんだけど。どこ行ったんだよ、髪殴りは。今、一応、さっき、あれか、測量当たったんか。測量当たった。測量当たったけど。まあ、ファビオだね。はい、消去法ファビオ。
からの、あーナレッジファービーよね。これルシー行こうか、ルシー行こうか、まあ当たり前か。はい、2手目ルシー行って、うん、でリアンツィールから打たれる F3 の駒といえば何でしょうか。うん、意外とサヤカとか、いやそんだるくないな、うん、リニアルから、うおーうおー、グベラ、もう半分いっちまった、まずいまずいまあリニーかこれ、よいしょ。いやまあ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 、でもこれね逆にねプラス思考ですね。あのここをトゥールラ持ってたらトゥールラとか持てるはずなんですよ。でファホメットなんですよ、わざわざ数あるエツゴマの中で。だそういうことでしょ。いやマシ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 だけど、お待って、これどうしよう、ちょこっちか、 S 相手3枚来た、続きに行こう、これこれ続きに行くわ、でコンボ90狙うわ、でこれ取ってくるやん、取ってきて英語にギードかまして、はるまるまる、え、これ出たらトゥルルとか引いてたらマジで泣くよ。なんでトゥルラ持ってんの、え、しかもさトゥルラからじゃなくてツクームから、あーまあコンボ狙いか、まあいやでもきつすぎだろそこでトゥルラは、きちー、やべえきつー、やべえ、おーいそこでトゥルラ無理だろう、スカートスカハ、でもカートスカハったらあれか、イオントゥルラで動線組まれるのか、あれとスカハ、お前は無駄になってない、相手の動線が弱くなった、え相手 S4 枚使った、 S4 枚使った、ワンチャンない、こっからこれワンチャンない、こっからフェルグ引いてワンチャンない、フェルグ引いたらある、いやフェルグ引いたらある、これフェルグ引いたらある、絶対コンボあんま強くない、フェルグである、フェルグである、いやただな C6 から E6 で殺される可能性はある、右下エクスと、きつすぎきつすぎきつすぎ、いやこれ C5 の方がマシまである、2回コンボつながれるよりは、いや C5 の方がマシまである、 C5 の方がマシだこれ多分、ギードかまして2手耐えれんのこれ、イグナーズバイス行かれてったら終わるぞこんなもん、ね、これしかやることないマジかよ、トゥールラ以外の駒だったら俺カード言ってたのに、トゥールラってよりによって、マジかよ、お守護者で繋いでくる、マジかよ、相手これどうせなくなる、いやーとはいえきつ、回復使ってなんかいけ、いやいやここ守護者は弱いな、そこ守護者は弱いな、はるまる行っても2手飛ばし無理よな多分、いや無理やな無理やな、いやー きつー、いやきついね、2手耐えるしかないね、 A3 から C1 耐えるしかないな、めっちゃきついけどフェルグ引いてワンチャンない、フェルグ引いてデバフと吸収でワンチャンない、それしかないマジで、俺浮かんでる勝ち筋もうこれしかない、でもわざわざさ守護者切ったってことはイグナーズ持ってなくて OK、 え、ワンチャンなんか事故ってないこれ、悪くない、頼むフェルグ、うわ無理かー、終わった終わった、これは終わった、これさすがに終わった、ウンディコンボで終わる、くっそなんで数ある中でトゥールラ持ってんだよ、うわトゥールラなかったら角行っていけたって、いやでもまだねダメか、あれ角行っても A3 トゥールラ後で引かれてたら終わるから、どの道薄いとこではあったね、いやでもねあんだけ打たれてたらちょっと B4 スカーフ打ちたくなるくね、カード打っても結局 E4 トゥールラで動線組まれるから結局変わらんのよ、だからあそこ B4 スカーフで勝負かけるのはね俺悪くなかったと思うんだけどな、ただね相手にトゥールラが持ってたのが良くなかった、ちょっとこれは無理だしゃあない、いやなんかね、えでもさあのトゥールラねバホメット打った後に引いたんだよね、一番右だから、それがきつかった、それが本当にきつい心にくる、でもねこういうのにねきつい心にくるってなってる状態ってあんま良くなくて、あれなんですよ、そういう時ってなんか心に余裕がないってことになるんですよ、俺はむしろねこんだけ投げられて、ああ投げられたからこれはしゃあないねどんまいって次に行くこの、切り替えの心の方が俺は大事だと思うので、うん、これ今のはしゃあないです、はいどんまいいやでもね一番きつかったのが S4 打たれたことより俺のスカーハが英語でなすすべもなくツールなりに取られたことがきつかった俺スカーハ強いと思ってたけど今日のやっぱこういうとこ微妙だよなスカーハな、
まあ、リターンスキルで雑に強いのは間違いないけど、まあ、取られるとしんどいっていうのがもう1点あるのと、あとはアンチヒールだよね。俺アンチヒールでさっき苦しい目にあったのが忘れられない。あのアンチヒールマジきつかったな。さあヒップとヒップ来る。はい、ついにこの進行でグノンを手にした。さあこれは守護かまして吸収レッツゴー。ヒップリーダーで B の1変動機あんのかな。まあ X 打つのもあるけど、いやー X ベルグレはそれはね、まあ確実ですね。それはそれはまあ、うん、一番いいとこ打ったね。それはまあ D に行くけど、で E3 来るか。 E3 何打ってくるかだな。まあ一旦引き見るけど、うん、アルカドな。まあまあまあマシな方だね。ただ1枚返しの駒2枚もまさか使ってくるっていうね、これちょっと意外だった。一旦フェルグ打つか。よいしょ、ほいほい。で次スカーハ引くなりハルマル引くなりで、S 引いた時にね、そう航空行く時撃強姫とかも一応ありるんですけど、まあ、一応 S 打って、あーロック引き出していくと、まあ上等です。はっけよっけよっけ、ロック引き出したなら上等。はい、マラッカ引く。んーでこういう盤面 F3 グノ行きたすぎるんだけど、まあいけないんでしゃあないですね。まあファウストもね別にコンボ2000出るから上等です。はい、フィニッシャー1枚落とされたけどそんなに変わんない。でこれね、うんとね、右下 X 来るよね。あ、OK。さあこれどうしよっかな。マラッカに見えるね、パッと見。マラッカでいいかな、D1。D に吸収された後の動きがちょっと怪しいけど。いやー、むずいな、これ。え、マラッカでいいよね、マラッカでいいよね、マラッカでいいよね。え、ただこれ D の2に対して、いや、微妙、これ微妙かな、D の2来たら、やっぱり。まあ、相手ヒュプ終わるから、D の2来て E6 グノーかましてヒュプの動線潰せればワンチャン。と思ったけど、D の2のコンボ次第だな。でも、コンボ強く打つイコール、マラッカがきついと思うんだけど。いや、グノーはね、弱気すぎると思うけどな。OK、D6 来る。D6 だったら2ターン耐えれねえか？一応、ルシファーのデバフ結構強いよ。9487の雷撃が結構痛えな雷撃結構痛い。 OK、 ギード引く。これギードからハルマルで次圏内見れねえかな。ちょっと考えます。なハルマルでここ飛んだりしないよね。5200だから4000に、あー無理だな。ギード A に、ギード A に打って次 E6 ハルマルで勝ち狙います。はい、吸収入れて OK。 この吸収強いでディザイアが終わるけど、次ハルマルでいけんちゃうか。うん、デバフ効いてるしメリッサ耐えてほしいな。耐えれると思うけど、このねデバフが結構強いよね。あーなるほど、トゥルラか。危ねえ、よかった。そいつをもう一旦早く引かれてたら終わってた。噛み合いが良かったな。ほい、マリス。よし、同じデバフリーダーみたいなとこあったけどなんとかいけましたと。あーでも意外とハルマル火力出るね。4190強いな。意外と出るね、こう見ると。俺4000ちょっといくぐらいかなと思ったけど、まさか4000ね、190まで出るとは。アイナイス、アイナイス、アイナイス。オッケー、よろしく。はい、うん、これはレオリスか。ですね、まあ一言で言うときついですねデバフそんな刺さらってるのもちろんあるけど、あのね、俺がさめっちゃ頑張ってさ、この永続のルシファーでデバフしながら吸収してたやんね、盤面置いて、こいつ手札に折ってるだけで150吸収してくるんすよ。そりゃきついやろ
って話ですよ。それはきついんですよ。嫌だ嫌だ。はい、まあでもこの九州、この九州は150九州とかがね、あのあれなんで、あれなんですよ、 HP を削らないと発生しないので、それをずらしまくればワンチャンある。はい、つく読み、早めのつく読み、まあいいわ。はい、これ吸収入れて、でまだまだいってないな、まだ80%いってない、3ターン 80% いってないのはでかいよ。うん、3ターン 80% いかしてないからね。さあ罠ゴマ、踏み穴使ったとの罠ゴマは、いやこれ消去法リーニーか、これ消去法リーニーですか。これ一応さやかだとしてもここ発動はしないな、カット入るから。よし、カットで回収したのは偉すぎ。ナイスナイスカット、はいナイス、はいナイス。でこっからやな、ひーひー、取ります取ります取ります、そいつは取ります、ひー半端ねえ。あー取りましょう。これ絶対受けちゃダメです、こんなもんは。こんなもん絶対受けられません。ただ俺レオリス相手にさ、こっから勝てる気しないんだけど、俺レオリス相手にこっからリーサル見れる気全くしません。助けてください、俺レオリス相手にこっから無理です多分。ナスブラ引かれる、うーわー。まあ一応ディザイア残ってっけど、この159周うざすぎる。はい、はるばる、うわこれもう行くしかねえだろ、この手駒行くしかねえだろ。これ削ろう、アタックが高いから。はい、アタックの高さを見せつけていけ。アイシェ、ナイスナイスナイス。いや一応イグナーズファイスある、いやイグナーズファーストで、しかもディザイア残ってる。これワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンある。で C 値打ってきたら D 値からどんどん攻める、ワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンある。これね全然あるよ、マジ全然ある。ここでハルマル引いたの神引きね。でトゥールラ使ったし、ある、全然ある。守護者コンボがめちゃめちゃ強い。ある、マジで。罠ゴマかよ。いや、通常特殊穴切ったから、ペレツ入ってないっすね。え、入ってんのかな、これ入ってる説あんの。俺、待って。でもディザイアのタイミングで使ったよね。わかんない。ファースト打つべき、いや、ファースト丸いか。ファースト丸いな、ファースト丸い。これコンボスキルね、次、夏空のコンボ。いや、まあ、丸い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 。まあ、これ丸いわ。あー、リリティか。いやこれね丸い丸いです。いやただこれエンデガーやめて、いやデバフ効いてるよ、一応デバフ効いてる、デバフ効いてる、頑張れ。いやこれでもさ、ペレツ持ってたらペレツ入れるくない。だからさ、ファウスト使ったからペレツ入ってると思ったんよ。リリティエてチキショー、大丈夫かこれ、チキショーリリティエかよ。ペレツだと思った、だってディザイアのタイミングでワナゴマ切るんだよ。俺ペレツだと思うじゃんそんなの。一応3枚返しのエンデガー相当低いけど、よし。でこれコンボスキルファースト実はめちゃめちゃ強い、1234567 2800、いけるか、いやーかいくいく、計算デバフ入るけど、スカーハ引いて1600 1900 4000、ちょっと待ってね、1700 4500 7500、ディザイゴミか、 OK いけるか、よし9100、あぶねー9100だ。これ計算合ってるよな、合ってるよな、ういー、あぶねーあぶねーよかった、愛し守護者コンボのはるまる最強だ、火力出すぎです。いやでもさ、あのディザイア、俺のディザイアが発動するタイミングで C の位置の罠怪しすぎな、あれマジで。一応相手夏村召喚手前だったからさ、ファウスト使ったけどさ、ペレツ読みでイグナーツ打ったらさ、ペレツの火力エグいなと思って、ファーストの方が火力低いからさ、まあ、コンボはハウスの方が強いから一応そうしたんだけど、まさかのリリティっていうな、無視すればよかった。普通にイグナーツでよかったやつやんこれ。いやでもさ、ファースト切った後にさファースト切った後に後のタイミングの罠だよ、絶対ペレツだと思うくない。ペレツってマタン条件だっけ、あれペレツってマタンだっけ、マタンだとしたらちょっと俺間違えてるな、あの魔獣、あれどっちだっけ、待って魔獣だと思ってたんだけど違うのかな、ペレツ
なんだ、ちょ、あ、で、ついにランリオ来た。うわ、どうしよう、これ。うわ、あ、これどうしよう。あ、どうしよう、どうしよう、どうしよう。あ、緊張する。あ、緊張する、緊張する、緊張する。どうする、これ。ま、死後切るか、一旦。はい。よいしょ。え、ちょっと待ってね。調べるわ。俺、気になるから調べます。ペレツ。ペレツ、またんだっけ？またんだとしたら、俺の勘違い。魔獣、あー、魔獣ですわ。あ、じゃあ勘違いじゃなかったね。そう、俺さ、魔獣条件じゃん。で、あのファウストの東海レルよりはペレツの方が強いはずなんですよ。多分ね、多分強いはずなのよ。だから、わーい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 じゃねえよ。やだわ。はい、グヌいきます。いや、でもこれね、高確率でミューズ引いてない。相手ミューズ引いてる場合、グノーが怖くないからミューズ打てるはずなんですよ。だからこれミューズ引いてないんで、ルシファーめちゃめちゃ刺さって全然勝てますね。あー、コブコブコブや、また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 コブコブや。どうしようこれ。 D5 から行ったとしてフェイルノート1枚でめっちゃきついよね。まあ、コブ切ったし、S をおごま切ってるから、こっち行っちゃおうか。ほい。これ D5 から打てるけど、最終的に結局、あれされる気がするんだよな。で、この 1.7 倍だよね。いや、どうだろう。D5、D2 でもよかったかな。で、ここ取って時にギード残して、遅延で勝てたかな。いや、それでもあるな。全然あるか。それもあったかもな。あったかもしれない。あはーん、ブラダマって痛い。ただそこブラダマンテか、引きによっては A2 から行ってもいいけど。はい。いや、どうしようこれ。悩む。悩む。英語行こう。H あるけど、回復でイモられる上に、あれです。A2 の場合は D2 コンボが多分あんま出ないから、あんま強くない。あ、麦ね。まあ、ミューズよりは圧倒的に。マシで、ここフェルゴ欲しいな。スカハ、うん、スカハ。いや、これさ、スカハ、え、ま、いや待って、ちょ待って、まだだと思うな、これスカハ。これまだな気がする。これスカハまだっす。これさ、左下 X スカハね、焦って打ちたくなる気持ちはわかる、わかるけど、打っちゃうと D5 から行かれて、ルシゴと取られる動きにさせられて、フェイルノート打たれてジジイなんで、一旦捨て。で、ミューズ引くんだよね。で、ミューズ引くんだよね。めっちゃきついね。やめて。キチュ。ミューズキチュ。どうしようこれ。ミューズバカきついんだけど、マラッカ打った方がいいのか。マラッカかな。さすがにミューズきつすぎるな。これさ、スカーハ打ったとし、いや、まあ、マラッカでいいと思う。多分ね、これで火力を抑えさせて、で、スカー派でリーサルズらしいだと思うけどな。違ったらごめんなさい。違ったらごめんなさい。ちょっとダブルバフえぐいですね。事故ってくんねえか。一応俺ファースト引いてっけど、リンガで当ててくるのはマジで予想外だったわ。すいませんでした。それ予想外です。それ予想外です。おっしゃ、フェルグ神引き。一旦フェルグ神引きですね。一旦フェルグ神引きした。まあ、2倍2枚返し耐えれるかどうか知らんけど、行きます。いや、耐えれんのかな、これ。一応ダブルデバフだけど。いけんのか、いけんのか、これ。相手もダブルバフだけど。いけんのか、これ。しかも耐えた先に俺未来ある、これ。リンガット効いてるけど大丈夫。リンガット効いてるけど。リンガット効いてるけど大丈夫。そしてピリカなんだよね。あー、耐えたか、これ。耐えたけど、いけんのこれ。9485、遠すぎ、遠すぎるよ。しかもリンガットあるよ、無理。お疲れ様でした。俺スカハいつ打つのねえ。俺スカハいつ打つのこれ。おい、ミューズのタイミングでリンガットあんのかよ、クソ痛え。それ、うわ、スカハ打たきゃよかった。スカハ打っときゃよかったな。俺のマラッカめっちゃ弱いやん。俺のマラッカめっちゃ弱いやん。スカウトきゃよかった。
いや、マラッカ残してよかったわ。これスカハ打ってさ、当てられたタイミングでフェルグかまして、マラッカ打って通常攻撃返しでワンチャン勝ったかもしれない。いや、そういう使い方すればよかった。うわ、発想がちょっと頭良かった。俺の頭が凝り固まってた。もうさっさとスカハ打てばよかった。最悪、最悪でーす。最悪でーす。最悪でーす。うん。さあ、対面しよう。いってらっしゃい。ちょっと初手吸収多すぎるか。痛いね、それ。あれだな、ちょっと初手吸収多いか、このデッキ。初手吸収微妙、多すぎて。ただこれ、ハルマルめっちゃ刺さるな。うわ、ベルグレーゼ。どないしまひょ、どないしまひょ、これどないしまひょ。皆さんどうしますか。はい、シンキングタイムスタート。 B さん行く。これ真ん中にもなんか打つの弱気すぎる気もする。 D を打つのはちょっと、いや、まあちょっと行ってみようかな。いや、これ D5 でもよかったかな。なんかルシファーらしくねえなって思ってこっち行っちゃった。まあいいや。で、これ次のターンでハルマルいっちゃおうかな。これ多分 A の2とか打った時に相手キャラゴマ4枚だから、もう雑に打っちゃっていいと思う。はい、守護者。あー、いや、てかそうじゃん。うわ、これ E3 コンボ発動しないやつで、 C 中打ったら A3 打たれて俺動線っていうか盤面弱くなるやつ。これ盤面弱くなるやつですね。どうしようかな。うわ、これなんかな、俺ちょっと立ち回りやっぱり下手くそやな、こう見ると。いや、でもシーチが一番マシなんだよな、これ。 いろいろ考えたけど、シアンの動線組まれるよりはマシだし、 A さん打たれて右ウェックスって、マシマシな方。ちょ、これダメだな、これ B さん。やっぱり普通にダメだったわ。なんかワンチャンいけるかなとか思ったけど、こういうさ柔軟な発想自体はいいかもしれないけど、それを生かすあれがないと全然ダメですね。あー、まあ一旦これはこっちかまして、でこれあの毒穴だったらマジで、あの涙涙涙涙です。やめてください。なんか危ねえ、怖え。 OKOK、 ってことはそういうことか。特殊罠かな。さあ半分いったね。ただ特殊罠ってなるとなおのこと、これハルマルのコンボ相手怖くないから、まあイーノさんとか打ってくる可能性はある。コンボ封印は罠回収させてくんないらしいわ。引き見てからよいしょ。リーに引く。で、しかもこれイグナス発動しないのか。まあまあしゃばいな。まあまあしゃばくて。まあ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 。わざわざ A4 当てるよりはこっちかな。で、一応こっち打つ。で、罠回収して。で、こっから2手飛ばし狙いたいね。シアンってバースト力そんなにないはずなんで。2手耐えれると見て。で、相手、はるまる動線が開くの怖いと思いたいんだよな。F3 打つと。相手 F3 からさ、トリプルコンボ、トリプルコンボやん。トリプルコンボやん。え、じゃあ俺 F3 来るやん、これ。トリプルコンボやん。まずーい。頼む、ビビって、お願い。え、F3 ダメ。あ、よかった、なんかビビってくれたわ。一回 D1 でダブコン組んでくれる。あー、でもそうか、俺どうせ、あれか。あれだからか、あれだからか、なるほどな。さあ、これあれだからあれして。で、リーニーがあるかしとか。飛ばないね、飛ばないで、トリプルコンボになって、トリプルコンボグロいね。でも E1、
まあ、E1打つべきだな。はい、E1打って次ファーストで飛ばすべきやね。くー、まずい。なんか俺立ち回り下手くね。 D5 耐えないといけないのか。頑張れ。一応俺はファウスト残しといた。ロックされてファビオでも一応リーサル見れる盤面にしといた。一応そういう風にしといた。あ、バイセン持ってた。ドンバイ。いや、これちょっと俺下手くそやわ、マジで。下手くそすぎたわ。普通に D5 でも方がまだマシだったな。なんか俺の形っていうか、あの、試案にあれ行かれたわ。ちょ待って、もう一回だけ行かせてくんない？俺ちょっと下手だった、マジで。ちょっと集中するわ。てかさ、ちょ、一個だけ言わせてほしい。マジでバフリーダー少なすぎな。もっといるんじゃないの、普通は。髪殴りに一回当たったぐらいしかないって、まあ一応そこにもいたけど。ちょ、もう一回だけやらして。ちょっとこんなんじゃ終われんわ。さすがに。ちょ、こんなんじゃ終われんわ。こんなんじゃ終われんです。はい。いきます。なんでだよ、マジで。みんなバフリーダー使おうよ。俺も人のこと言えないけど。あ、でもグノヒタの熱い。ちょ、コンボ封印やめてね。あ、じゃない、やめてねじゃない。召喚やめてね。コンボ封印やめてねよ、俺か。俺がやるんだったわ。何を言ってるんだ。はい。え、グノ出ちゃうの。避けて。よし、危ねえ。危ねえ。アナンリーダー初手6攻撃。まあこれでルシファーずらされたけど、まあいいわ。ちょっと俺今日さ、C 打ちばっかしたからさ、ちょっと一回やめよっか。やっぱ C 打ち一回やめよっか。このデッキ総価格よくなったらマラカとかあるんだからさ、別にフッシャでも全然いいわ。あー、バーストバリアだ。いや、まあまあまあ、ええけどね。さあ、マラカ引いた。言うたら来たわ。言うたら来たわ。まあ、今回はグノ引いてるんで、C の2とかに対しては、まあ、おそらくグノ打っていくと思われる。さあ、あるカード。まあ、グノ言っとくか。はい。まあ、結局ね、後々 B4 とか行かれるんですけど、そこに D5、マラカとか打てるようにしていきたいかな。よいしょ。ほい、九州。ナイス。ちょ、村正ほんと強えな。村正ほんと強えな。俺、このルシファー使ってる時にさ、村正打たれんの、ほんまに勘弁してほしい。夏、ブラ。いやー、召喚入るな。引き見てから、よいしょ。鉄いいか。まあ、鉄打つか。ほい。で、これで、まあ、召喚抑えるなら、D5 なんだけど、あ、俺 D に来るか、これ。E の列の2大召喚狙ってくる可能性あるな。あ、グノーか。ルシコンボなくなっちゃった。いや、これ D5 打ったら、うわー、どうしようこれ。D5 打ったらルシコンボ当てられるやつだ。いや、でも D5 かな。スカ引いたんで。はい。はい。はい。で、D6 当てられて、で、取ったとして、右下 X 行かれたとして、その後どうなるか。あとね、オーダーの D もね、見とかないといけない。ちょっとこれ見ると怖すぎる。見ると怖すぎる、P。あ、D のに来るんだ。なるほど。うわー、どうしよっかな。まあ、D1 マラッカか、これ。ファースト。マラカかな。消去法。ほい。ほい。で、吸収入れて。はい、回復入る。まあ、HP はある。ただ、オーダー C 組まれるな、これ多分。うん、B の1来るかな。マラッカ置いといたから、グノーコンボ若干打ちづらい状況にしといたんで。イグナスか。うん、ペレスとかは警戒しないと。なるほどね。いや、ここ、いや、パパ、マラッカちょっと刺さってねえな。オーダー C を避けるなら左下 X かな。なんかいけ。わ、ベルグレバザコ。で、ファウストでしょ。イグナーツだな、打つなら。左下 X イグナーツ打った場合、47削って、8300、ギリギリ発動しないか。いやー、新しい動線組まれるのもすげえ嫌だ。
けど、うわー、いや、イグナーツ切ったから相手多分手駒弱い。 S 持ってたら S から打つと思う。だからこっち行くわ。で、英語に新しい動線組まれっけど、最悪ルシファーのデバフプラススカーハで頑張って耐えてほしい。で、これオーダー D 組めないはずなん、あれ、あ、組めるわ。オーダー D 発動するわ。全然忘れてたーって、忘れてたけど、俺は発動しないと思ってたけど発動するやんこれ。うわー、しかも D の勝手大丈夫だった。もう俺が全部悪い、バカだー。 F3 打てばよかった。俺はもう頭が悪い。食事の時間かの、俺はとことん頭が悪い。一応こっちかまして、よいしょ。いや、トップはるまる引いた時に F3 で飛ばせる盤面にしとこう。で、これルッシュ取ってきたらダブコンつながるんで、まあ、こっち打つわ。一応こっち打つわ。待って B6、 あ、やばい、待って本当にダメだ、本当にダメだ。 OK、 引退します。お疲れ様でした。俺ダブコン見えてなかった。ちょっと待ってマジ引退します。お疲れ様でした。マジでダブコン見えてなかった。引退します。マジで引退します。お疲れ様でした。お疲れ。あ、引退って、あの、言ってるだけなんで、別にオセロリアやめません。最高です。いや、これね、マジ F3 ってよかった。オーダー D 見えてなかったし、 D6 当てられるのも全然見えてなかったし、マジで終わってた。なんか英語しか見えてなかった。これ英語打たれて右下 X 打たれるやつかと思ったけど、俺コンボ封印されてるの忘れてた。だから今のは F3 打ってスカーハのコンボ吸収かまして、で、まあ、F3 の駒取らせるなりなんなりして、まあ、遅延でよかったんですよ、絶対に。俺、新しい動線組まれても大丈夫って目線で言ってたけど、そもそも俺の動線消されることをね、あの、頭に入れるべきなんですよね。はい。うん、打ってから気づいたね。ということで、はい、もうだいぶ最近下手だね。俺ね、実はバレ始めてんだよな、コメント欄とかでね。俺ちょいちょい見てるから分かるけど、 P さん最近下手じゃないって。いや、でもね、実際そう、もうね、3年前ぐらいからね、俺のオセロには錆びついてる。でもルシファーリーダー自体はね、別に悪くはないと思ったんだよな。ただバフリーダーちょっと少なすぎたね。もっと来ると思ったんだけどね、この捕食マナグリとかラニとかいなかったな。まあしゃあないね、ルシファーがリーダーがね、あのデバフリーダーっていうのもあって、結構そのバフをメタル感じのデッキなんだけど、やっぱちょっとスカーハー変えてもいいかな。うん、なんかスカーハー自体はね、弱いわけじゃないんだけど、メタがしんどいね。シールドなり罠なりアンチヒールなり、やっぱそこがあったんで、ちょスカーハね、火力も出しながらアドバンテージめちゃめちゃ取れるから、あのステータスも高くてよかったかなって思って入れたんだけど、俺的にはやっぱりスカーハじゃないと思いました。あい、ちょっとスカーハめっちゃ強いんだけどね、めっちゃ強いけど、俺がちょっと使うの下手くそってのもあったし、あとはなんか村正と違って、あの一撃取られた時しんどいね。あの2ターン目で取られた時はね、あの村正の場合って結局バリア残ってるから、その場でアドバンテージが消えるわけじゃないんだけど、ちょっとだけあの難しかった、俺が使うのが。上級者向けだと思う、なんか上級者の人はスカーハでもいいとは思うけど、俺はちょっとそうじゃないんで。はい、ではまた次回お会いしましょう。この動画も面白かった人は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ルシファー自体はね、別に悪くはない。俺の立ち回りが悪かったね。立ち回りで全然勝てる試合はあったと思うし、あのぜひ使ってみてください。じゃあお疲れ様でした。サンドラバイバイ。